はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコンビニさんからご依頼です。はい、ファーストエディション4パックです。はい、じゃあ一個一個ね、開けていきます。で、今日発送いたします。今日発送、明日着が最短ですね。はい、じゃあどうでしょうか。パラレル来るといいですよ。まあ、7割ぐらいという話ですね。はい。で、ベースとファーストは、軽く分けておきますんで。届きましたら両方ね、ご確認ください。まあ、ファーストが結構6割ぐらいはファーストなんじゃないかなって。ホイール来てます。ん？ファーストだ。ブルワーズ？はい。テイラー・ブラックさん。テイラー・ブラックさん。一巡だ。おー。ホームラン2桁で3割。8分3人大学で、おお、安定してますね、打率もね。そのトータルで考えても3割5分ですから。はい、ブルワーズは結構、まあちょっと日浦君がな、ちょっとね、去年とその前の年とちょっとルーキーイヤーの時とちょっとかなり数字が変わってきちゃってて、まあトレーニング頑張ってるようですけど、今年は盛り返してほしいですよね。ホイール2連続、はい、はい、誰でしょうか。ファーストです。またブルワーズだ。同じ？あ、違うわビネラスさん、アレックス・ビネラスさん、はい、こちらは三巡でもホームラン19本ですね。まあ、打率がっていうところですけど、うん、ヨーロッパ、お父さんはバスケットボールでプロの選手だったようですね。身長高いのかな。あ、6フィート3か。サード？サードだ。ちょっとバティスタっぽい。お、また光りました。まあ結構光りますね。まあ光らない時もやっぱね、やっぱありますけど。よいしょ。比較的は光りやすいかなと。はい。で、ホイール。ホイールですね。お、肉欲。はい。肉欲ですね。まあジョーダン君とあれですけど、彼が一巡。はい、ホイール3連チャン。さあこれで来れば4連チャンです。お、来た、4連チャン。はい、文字書くん大きいね。ファーストもいっぱい出てますね。お、マーゼル・メイヤー来た。はい、ありですね。はい、で最後ホイールファーストです。アスレチックス。はい、メイソン・ミラーさん。ピッチャーですね。3巡、8勝1敗。カレッジ1年っていう感じなのかな。どうでしょうね。まあこれからでしょうかね。はい、ということで、ホイール4連チャンでした。プラスマーソロ・ミエヤが出ましたので、彼が一応人気順ではトップなの。やっぱり高卒ですもんね、この風格高卒ですよねっていう確認したくなっちゃう。4枚ホイールね、出ましたけど、3枚がファーストボーマンです。で、マーセルさんのベースが出ましたという感じですね。はい、3人ファーストで、ニックヨークで、マーセルさんファーストカードが出ました。はい、という感じです。まあ結構遊べますよね。はい、じゃあポーカーやります。
左店長で右お客様です。3回押します。1、2、3。お、ジョーカー来た。お、キングの3カード、これは強いですね。はい、1、2、3。店長ワンペアです。はい、ということで、黒マグを1つお付けして今日発送いたします。はい、またね、よろしくお願いします。ありがとうございました。